ここ何週間かにわたって新約聖書のヨハネの福音書からのメッセージを語っていますけれど、今日はヨハネの福音書の第5章にあるエピソードからのメッセージになっています。ヨハネの福音書の第5章、こんな風に書いてあります。そのうちユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者が伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は言われた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。ところがその日は安息日であった。以上です。この物語はイエス様の第3番目の印としてヨハネの福音書の中に書かれている出来事です。どういう出来事かと言いますと、エルサレムの中にあったベテスダという池がありました。そしてその池には5つの回廊、5つのまあ廊下のようなものがついているわけですけれども、そこに大勢の病人、盲人、足なえの、あるいは痩せ衰えた人たちが伏せていたとこあります。なんでそこにそんなに大勢の人が伏せていたかと言いますと、そこには一つの言い伝えがあって、本文にはこう書いてないんですけれども、こんな文章が続くんですね。彼らは水の動くのを待っていた。主の使いが時々この池に降りてきて水を動かすのであるが、水が動かされた後で最初に入ったものはどのような病気にかかっているものでも癒されたからである、とこう書いてあるんですね。つまりベテスダという池があって、その池に天使が時々舞い降りてきて水を動かす。でその時に一番最初に入った人だけがどんな病気の人でも癒されるという言い伝えがあった。だからとにかくみんな一生懸命やって一番になろうと思ってそこに集まる。ところが思うに、その病人の人数は決して減らないと思いますね。一人しか治らないわけですから、どん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 溜まるばっかり溜まる。実はこの描写はその当時のユダヤにおける宗教社会に対するとても強烈な批判だというふうに言われています。これどういうのかと言いますと、ベテスダという池の名前は恵みの家という意味があります。恵みの家、つまりそこに行けば神の恵みを味わうことができる。神の恵みや神の許しや神の祝福を受け取ることができる。そしてそこに5つの廊下があるというのは当然のことながら、モーセの御書と呼ばれる旧約聖書の最初の5つの、モーセが教えたモーセの5つの大切な本がある。それを読んで学んで、そこに書いてある律法を実行し、それを完成させれば恵みの上に入ることができて神の恵みを受け取ることができるというのは、その当時の社会の一般的な理解でした。つまりどっかで成し遂げなければダメ、完成者じゃなければダメ、一番じゃなきゃダメ、できなきゃダメという空気が蔓延していたんですね。それはその当時の社会の、少なくても宗教社会の一般常識でした。恵みの家がすぐ近くにあるのに、5つの廊下の上には大勢の人がいて、ただただチャンスを待っている。水が動いた時一番で入るというチャンスを待っている。なんとなく虚しい感じがしますね。宝くじと同じぐらいの割合でしか救われる人はいないかもしれない。でも彼らにはそれ以外にやる方法はない。しかも自分は病んでますから、ハンデを持っていて、病んでいなくったって一番に入れない、病んでなくったね、病んでないとしても一番になれないのに、病んでいたら余計というので、ある種の絶望感というか悲壮感いっぱいだったに違いない。それが宗教的な状況であったと。でそこにイエス・キリストが現れるんですね。こんなように書いてあります。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。
良くなりたいか。この質問は結構なんか失礼な質問ですよね。38年間伏せって言ってですよ。それで良くなりたいですかって言われたらですね、なんかなんて答えていいかわからないぐらいこうあっけに取られるような質問だと思いますね。ただ私はこの38年間病気に伏せっていた人は実に真面目な人で、そういうふうに聞かれたことに関して実に正直に自分のことを告白してるんですね。この病人は何というかというと、こう答えるです。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りていくのです。彼は2つのことを告白しています。2つの大切なことを告白しています。1つは何かというと、主よ、いろんな人がいますけれど、私をいつでも第一番、あなたこそ一番大事な人だよと言って私を一番先に大事な恵みの上に入れようとしてくれる人はいません、というメッセージです。いろんな助けになる人がいる、ここまで連れてきてくれた人がいる、2番目3番目に置いてくれる人がいる、でも私を一番大事だよと言って恵みの上に入れてくれる人がいません。それはこの私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいませんという言葉ですね。寂しい告白です。私が一番になりたいのです、できることなら、でも自分ね、何としても人の助けを借りないと動けないからと思うけれども、とにかく私を一番にしてくれる人いないんですよ。そして後半の部分、生きかけるともう他の人が先に降りていくのです、というこの言葉、私は自分でも一番になりません、自分でも自分の力でも一番になれません、という告白です。世の中でこんな告白をしたら負けた人という評価を得るでしょうね。誰もさ、自分のこと一番になんかしてくれないんだよねとか、いや、やろうと思ってもさ、できないんだよなかなかって言ったら、皆さんの友達がそんなことを言い続けたらですよ、嫌いお前のことなんてって、もうちょっとやる気になるよ死ぬ気でって言いたくなるかもしれない。でも実はこの告白はこの病人にとってとっても大事な告白であり、まさに正直な心の奥底からの告白だったんですよね。できることなら目の前に恵みの家があるわけだから、そこに入って恵みを味わいたい、神の恵みをいろんな形で受け取りたい、でも一人しか、一番になる人しかそれを抑せないというんであれば、私は誰もそういうふうにしてくれる人はいないし、自分の力でもいけません。38年間もそんなことを悶々と考えながら、でもなんかならないかなと思ってそこにいる。それはその当時の多くの宗教的な心を持った人たちの心の中にあるものでした。神の恵みの家を、神の恵みの家に行っていろんな祝福を味わいたい、でも自分は律法を守り抜くことができない、でも私は自分の力で神の掟を守り抜くことはできないし、自分が失敗した時、自分のために身代わりになって罰を受けてくれる人もいない、神の前に良い人として生きていこうと思うけれども、自分は結局罪を犯してしまい、自分は結局力を抜いてしまい、自分は結局怠惰になってしまい、私は結局のところ完全なものにはなれない。それはおそらくこの38年間伏せていた人ばかりではなく、その当時の人たちの心の中にある深い深いうめき声だったに違いない。でもイエス様は彼にこう言うんですね。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した、という言葉が続きます。起きて床を取り上げて歩きなさい。この言葉の中にはとても大事なことが隠されています。それはどういうことかというと、イエス・キリストはこの人に向かって言葉にはしていませんけれども、私はあなたを最も大切な存在として受け止めて、私はあなたを最も重要な存在として受け止めて、恵みの家の中に、恵みの神の恵みの家の中に連れて行ってあげよう、というメッセージがここにあります。人が何と言おうと、誰が何と言おうと、
私はあなたを最も大切な存在として神の前に引き出してあげよう。神の恵みの座にあなたを引き出してあげようというメッセージです。そしてもう一つは、あなたは自分でできないけれども、私はあなたの足りない部分を全部補って、あなたが神の前に立つことができるように、あなたが神の恵みを受け取ることができるように助けよう。だから起きて床を取り上げて歩きなさいという言葉に通じます。つまりヨハネの福音書はイエス・キリストのことを神の命をもたらしてくださる人として紹介しています。神は生きておられ、神は恵み深いお方、その神様を紹介する存在としてイエス・キリストは書かれているわけですけれど、ここでも、もしあなたが律法を守りきれなくても、もしあなたが一番になれなくても、もしあなたに友達がいなくて、あなたをいつでも一番にしてくれるような良い友達がいないとしても、イエス・キリストはあなたを一番最初に神の前に引き出してくださり、イエス・キリストはあなたを一番大事な存在として神の恵みを味わうことができるように、そこに連れて行ってくださるお方だ。もしあなたに足りないものがあるとしても、キリストが足りない部分を払い、キリストが足りない部分を全部カバーして、神の恵みを受け取らせてくださるお方だと。そんなメッセージが実はこの出来事の中には隠されているのです。恵みの、神の恵みのね、神の恵みの家がそこにあるのに、頑張るばっかり頑張ってちっとも近づけない、やるにはやるけれども恵みを経験しない、人のせいでダメになった、ああこれもできなかった、あれもできなかった、あ自分もダメだということで、なんとなくふてくされて、恵みの座の、神の恵みの家の真ん前にいるのに一歩踏み出せない。立法主義って結局そういうことが多いですね。立法主義ってそうですよ。これができなければ救われませんよ、これとこれとこれをやり遂げなければ救われませんよって言われたら、一生懸命頑張るんだけど、頑張れば頑張るほど不出来な自分に気づくのです。これもできてないな、あれもできてないなということに気づく。自分の頑張りで救いを完成しようと思えば思うほど、私はそれができてない自分に気づくですね。だからこそイエス・キリストが来て、イエス・キリストが、私は恵みの主としてやってきて、あなたを最も大切な存在として神の恵みの座に連れて行きますよ、あなたに不足があることは十分分かっていますけれど、でもその不足分は私が全部支払いますよと言って、その人を神の恵みの座に連れて行く。だからそこに許しがもたらされ、癒しがもたらされ、心の健康がもたらされ、神に感謝するという心が溢れてくる。それが例えば安息日だとしても、安息日というのはその当時何にもしちゃいけなかったので、布団を畳むことも、布団をマットを持ち運ぶことも許されなかったわけですけれども、そんなことは全く関係なく、イエス・キリストは恵みを提供するお方としてこの場に立ち、この誰も私を一番にしてくれないと愚痴をこぼしているこの人、自分の力ではとてもとても神の恵みに近づくことができないと告白しているこの人に対して、いや私があなたを連れて行きますと言って、この人に癒しをもたらす。そこに実は救いがあり、そこに私たちの希望があるんですね。そこだからこそイエス・キリストは来てくださって、イエス・キリストはこういう礼拝の中でも同じようにしてくださる。私たちは本当に考えてみれば、自分で自分を救うことができず、そして人も自分を救えないということもまたいろんなところで経験することになる。自分に幻滅を感じ、人に幻滅を感じることって意外と多いかもしれません。でもイエス・キリストはそんな真ん中にやってきて、私があなたを恵みの家に連れて行こう、私があなたを恵みの家に連れて行けるように、全て足りない部分を私が補い、私を信頼するなら私があなたに神の恵みを味わわせようと言ってくださるのです。そこに許しがあり、癒しがあり、神への礼拝の心があり、罪の許しがある、あるいは救いの喜びがある。
2、3人の者が集ってイエス・キリストを礼拝する、そこにはベテスダがあるのです。恵みの家があるのです。そして何か頑張らなければそこに入れないということではなく、イエス様を信頼していたら私は喜んでその恵みの家の中に飛び込むことができる。神の恵みをさまざまな形で味わうことができる。神様に自由に、変な言い方ですけど、甘えることができる。神様にお願いすることができ、神様に助けてもらうことができる。そういう関係が私の頑張りではなくイエス・キリストがいてくださるおかげで可能になるのです。この38年間伏せていた人には希望がありませんでした。いや、同じくここに伏せていた大勢の病人、盲人、足苗、痩せ衰えた人、この人たちにも希望はないのです。でもイエス・キリストが来てくださって、この素晴らしい出来事を見せてくださった。そうか、私にはいつでも私を一番にしてくれる友達がいないとしても、イエス・キリストがいてくださる。そうか、私は自分の心を見て神の前にいつでも不完全だなと思うことがあるけれども、そんな私のために完全な用意をしてくださるためにイエス・キリストは来てくださったのだ。イエス・キリストの十字架はまさにそのことのためでした。イエス・キリストは来てくださって、まさにベテスダの池、恵みの家としての喜びを味わうことができるようにしてくださいました。もし皆さんが礼拝で本当に神様を褒めたたえ、本当に神様から養いを受ける、そういうことを願うなら、私たちはどこかで自分の頑張りで救われるぞということをやめて、自分の頑張りを売り物にして神様の前にすごいでしょ私はというのをやめて、神様、弱い私を憐れんでくださいというところから全てが始まるのかもしれません。キリストは恵みあふれる主なるお方として、恵みあふれる救い主、恵みあふれる羊飼いとして私たちのために来てくださいました。そしてこのお方は私たちの痛みを知り、私たちの状況を知り、あなたの状況がどんな状況であるとしても、イエス・キリストはあなたに向かって、私はあなたを一番大事な存在として父なる神の前に、父なる神の恵みの前に引き出しますよと言ってくださるお方です。あなたがどんな状況にいるとしても、あなたは私の目には高価でたっとい存在として神の恵みを味わうことができるようにしますよとキリストは約束してくださるお方です。そこにこそ希望がある。でもその当時の宗教集団、その当時のユダヤ教の人たちはその恵みを知りませんでした。頑張らなければ神の恵みなんて経験できない、頑張った人にしか神の救いも恵みももたらされないと彼らは教えていたし、しかしそれゆえ神の恵みが恵みでなくなってしまっていたという恐ろしいことが起こっています。そう、私たちは恵みによって救われたのです。自分の力ではない、本当に弱い自分を認めてこそ、イエス様だけが当てにできる救い主だと信頼してこそ、神の恵みは私たちのところに届くのです。変な言い方ですけど、イエス様にはどんな弱音を吐いても大丈夫なのです。イエス様にはどんな弱音を吐いても、イエス様はそれを全部受け止めて、だからこそ私がいるのだと言ってくださって、私を絶望させない。それが分かった時、私たちは意外と底力のあると言いますか、どんな状況にあっても絶望せずに生きていくことができるようになります。皆さんの中で、私もな、いろんな友達はいるけれども、なんか利用されるばっかりで自分のことを一番大事だと思ってくれる友達はいないと思っている方おられるかもしれません。人は何というかわからないけれども、よくよく自分の頃を考えてみれば、自分ってダメなんだよなというふうにもう半分諦めている人がいらっしゃるかもしれません。もう頑張る気力もないというか、
頑張ればこうなるああなるっていうことは知っていても、なんか頑張る力もないんだよなと思っている方おられるかもしれません。あなたのためにこそ御子イエス・キリストは来てくださいました。そしてそんなあなたをイエス・キリストは一番大事な人だよと言ってくださる、一番大事な存在として神の恵みを味わわせるよとキリストは言ってくださるのです。そんな声をいつでも心の中で聞きながら生きていくことができたら、しかもこのお方はどんな時にも私たちの永遠の同伴者として寄り添ってくださって、どんな時にも私を見捨てずに私たちを常に恵みの家に導き入れ続けてくださるお方です。ベテスダはどこにでもあるのです。 MACF の礼拝が皆様方一人一人にとってベテスダ、恵みの家を味わう時間となったらなと心から願います。そしてそこにこそ私の安心があり、そこにこそ私たちの寄って立つ確信を置くべき足場があるのです。私たちは神の恵みによりキリストイエスの贖いのゆえに値なしに義と認められた、神の恵みを味わうことができるようになった、この38年間伏せっていた人が癒されて喜んでいる、その喜びを私は礼拝を通して、あるいは祈りの中で味わうことができるはずなのです。一言祈りましょう。恵み深い天の父なる神様、私は恵みという言葉をよく使いますけれども、でもそれがどれほど大きなものなのか、どれほど意味深いものなのか、私は忘れてしまうような気がします。主よ、どうぞ通るに足りない存在だということも、自分にはなかなか本当の友達がいないような気がするということも、自分には能力がないような気がするということも、あなたの前に申し上げて、にもかかわらずあなたが近づいて、相変わらずあなたは私にとって大切な存在だよと言ってくださる、その声を心にしっかり聞くことができるように助けてください。どんな時にもその声に励まされて生き続けることができるように、どんな時にもその声を思い出してあなたの恵みの中に逃げることができるようにお支えください。青ひねがわくは私たちの愛する救い主御子イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊なる神の親しい交わりとが私たち一同と共に限りなく豊かにありますように。アーメン。